この番組は日課ウイスキー、明治製菓、ソニー、三菱自動車、東洋サッシ、ワコール、オリンパス、アサヒビール、マックスウェルコーヒー、佐藤製薬の提供でお送りしました。シミ、そばかすに、ハイシーエー。幸せさんってどちらですか？幸せさんこちらです。湯川家具福の市。ほしりぴょんこぴょんこふとぴょんこふたぴょんこむひベイビー。赤ちゃんのお肌にむひベビー、説明書を読みください。青という字は井戸と草からできたんですか？びっくりしましたな。青い色、青クイーンツリー。ちっちゃいねな、かわいいよって恋人なら言うかな。愛してくれそう。髪すっきりサラサラ、バスボンシャンプー新発売。リンスもペアでよろしくね。あららあらららねらららら、あららら、ねらららねらららあらら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 、あら源泉の味。小型化された新ニュービーズです。今までの半分の量で真っ白、優しい香りが残ります。白さと香りのニュービーズ。TY 拓母工業所の提供です。はい、建設大臣認定の TY ストックハウスです。はい、いいわね。TY ストックハウスはですね、組み立てはもちろん簡単、塗装がいいので頑丈で錆に強く、しかも窓付きなんじゃ。いや、これは参りましたな。有料住宅部品だと本当に安心ね。建設大臣認定の TY ストックハウス、保険付きです。近畿地方、明日は日本海側の一部でにわか雨が降りますが、各地ともだいたい晴れの空模様が続く見込みです。大阪での明日朝の最低気温は2度くらいとかなり強い冷え込みとなりますが、昼間は気温は上がり、最高気温は10度くらいでしのぎやすくなるでしょう。なお、あさってはお天気は下り坂で、遅くには雨になるでしょう。大阪の明日のお天気は晴れの良い空模様となる見込みです。兵庫県の南部は晴れのち時々曇り、京都府の南部晴れのち曇りとなるでしょう。滋賀県南部は晴れのち時々曇り、奈良県明日は晴れとなるでしょう。和歌山県全般に晴れとなる見込みです。TY 拓母工業所の提供でした。洗い替える、絞り替える、洗濯は自動、しかも洗いながら脱水、ナショナルの楽々普通しろ、便利に使える、僕買い替える。ミツカントサズは三杯酢にカツオだし、ご家庭ではちょっと出せない味です。酢の物の今日からこれ一本、ミツカントサズ、いい味で。風邪かな、喉がいがらっぽい、それなら龍角散トローチ、喉荒れをじんわり和らげます。龍角散トローチで喉を滑らかに。滑らかだな。小さな瞳、夢見るチョコレート、手を洗ったらロッテのアーモンド、チョコレート、ロッテ。ご覧の各社の提供でお送りいたします。
Good evening. This is the news in English translated by Japan Convention Services. For Yoshiko Sakurai and Takaki Takao, I'm Simon Lofty. The second highest temperature for this month was recorded in